ニンニン、この東屋がすごい群馬県館林編ということで、今日紹介するのはこちら羊ヶ丘公園にございます。こちらの東屋です。見てください、この立派な柱、ほら、しかもここ水付きイロハスですね。イロハス、天然のイロハスがここにはまってます。こういうのは良くない振る舞いですね。まあ、こういう柱がなんと結構トリッキーなリズムで1、2、3、まあ、ツートントンって感じで、トン、ツーの、ツートントンっていう東屋になってます。しかもここの東屋はですね、この幅が広くて、見てください、こういう感じでリラックスできる。さらにめっちゃ幅広なので、まあ、こういう感じで寝ることもできる。そして今見頃になっているのがこちらです。ご覧ください、立派な花、すごいです、色とりどり。この紫のやつもあれば、この薄紫のやつもあって、薄紫の中心の方に黄色の差し色が入ってます。これぞダンテの言うところの神、自然は神の芸術という、感じずにはいられません。もうちょっと進んでみましょう。こっちにはですね、なんとこういった感じで黄色の花が咲いてます。ということで6月上旬、ぜひ皆さん群馬県にいらっしゃった際は、館林の羊ヶ丘公園に行って、あそこの東屋で休憩して、この花々、美しい自然に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。次にこの東屋が現れるのはあなたの街かもしれません。バイ。花勝負っていうことは、あやめと、そうですね、柿翼、柿翼、柿翼、まあいろんな花が、葉が出てきた、そうです。でもちょっとこのオキナンの木の木はね、モンキーポッドっていう木なんだ、あれは実は。あ、すごいよ、なんかサギがほら木の上に、めっちゃいる、こういうスタイルで、え、めちゃくちゃ群れがいるじゃんこれ。そうじゃない、これなんか翼すごいことになってんだよ。なんかフォーフォーした神みたいなのがいるな。なんか急にジャングル来たみたいになってるよ。ジャングル、え、すごい自然音だ。やばいな。という感じで、あの東屋に来るとこんな自然に、めちゃくちゃすごいよ。え、あれ全部巣？やばい。この丸っこい黒いやつは全部巣です。あの大きい鳥の。動物園かってぐらいいます。面白いですね。ボイスパーカッションみたいになった。はい。という感じで自然を楽しむことができます。ぜひ皆さんも羊ヶ丘公園に来てみてください。
面白い人じゃないのかなっていう真面目なんですか、もともと真面目な人。